立切り系は台湾東部のカレン県を流れる河川。高さ1000メートル以上にも切り立った太城角渓谷で名高い。川口部はかつて砂金の産地で知られ、記録は17世紀にまで遡ることができる。ポルトガル人がかつて川口で砂金を発見し、後に漢人も探査を行っている。川口北側の徳その始む海岸はカレンの古い地名でタラマンと呼ばれており、 立切り系の加工の先のことを指しているとされている。中央山脈の近雷北方と豪華に山の間に源を発して北東の方向に向かい、太白角渓谷を流れ太平洋に注ぐ。支流は少なく、その大半が上流域に存在している。全長は約5 5トル流域面積は 約616平方キロメートルで、平均車度は1時32分となっている。川の名の由来は、川口部北岸のタロコ族タッキリ社に由来し、立務の当時は、大正3年のタロコ討伐時に、総忠不義士、野呂康氏がタッキリ社北方の山岳を社名と絶えず、霧の立ち上ることにちなんで、立霧山と命名したことに由来する。戦後は、立霧系を、 北京語で、リーウーシート読み、現在に至る。北とめぐる線、ストック新城間の車窓より望む、律義理系の広大な河原。この奥に、有名なタロコ渓谷がある、台湾日日新報大正3年7月29日。ありがとうございます。